します？どうします？結婚何の何のって何の何の結婚なんか、哲也さん結婚するじゃないですか。あー、峯岸みなみさんと、はい、で、山ちゃん結婚は結婚ですか。うん、まあまあまあ、ぼちぼち。何歳のあの人ら結構上やろ。20後半とか上って、戦国より上戦国より上の手やうん、でもすごいくない？お前飲み方、シュノーケルゴーグルなんやだから、それもうちょっと、そっちに影響されてるから、シュノーケルゴーグルは。え、スカイダイビング派じゃないかったんや。こうじゃないんや。え、じゃあ、ガードが、うん、そのスカイダイビング派やったから。うん、お前シュノーケルゴーグル派やそれかわからないけど、ずっと言ってたから、うん、前も動画で変えた。変えた、ガードがこれやったから、俺もそれ変えた。そしたらいいよ、うん、シュノーケルゴーグルのが。でもそれ分かれへんねん、そのシュノーケルゴーグルとカウオカさん飲むのがシュノーケルゴーグル。そうそうそう、これだけを上に上げられるやろ、うん、俺もそっちが楽ってことに気づいた。この2通りしかないんですか。あるある。これがシュノーケルゴーグル、うん、で、これがダイビング。ダイビングやんな。うん、で、中国大使館もう意味がわからん中国大使館はもう意味がわからん。もうそれ中国や、中国の雑技だよ。大使館はもう大使館、イタス雑技館こいつもんないな言えてないね。あ、だからな、あー言うたらもうあれか、なんて言ったらいいんやろ、誰かからもらった時は中国大使館のみをするってことね。そうそうそう、なるほど。中国大使館、誰かもらった時は、うん、中国大使館。大使館って言っとるやん。雑技団じゃないんだよ。そこを言ってんの俺。ファッキン。まあ話されたけどさ。あ、そう。どう？でもあれ指やったやろ。昔ツイートしてたんかなんかじゃなかった？なんか昔その結婚したいっていうのをツイートしてたんで。そう。ね、そう、そうやめろ。ちちちちちち飯食らったっていつもそう言うけど。でもリアル山ちゃん考えてる？いや、リアル考えてない。ちょっと考えてて。結婚？もうそろそろしようかな、そんなガチでガードマンが。はい、お母さんともうして、お母さんこの時あの夢やったんでちょっとええって、そのお母さんと結婚みたいなそのキャラ。いや、正直まだちょっと相手いないんですけど、はい、結婚したら乱暴誰でもあるやろ。いや、多分俺誰よりもある。俺結構言うよな。まあ、確かに俺結構プライベートでめっちゃお前とは会えへんからえ、俺だいぶ言ってるじゃない、うん、プライベートで会えへん。そうだいぶ言ってるんですよ俺。なるほどなるほど。でもなんか自分の子供が生まれた時俺家壊してたら胸張られへんなと思って全員やろ、これそうチャンネルがすごいだろって、はい、子供生まれた瞬間にあのメンタリストチャンネルに変えようと思っててその時はちょっと付き合ってくださいねえ、でも、うん、結婚する相手は一般人か有名人どっちがいい？いや別にそれは垣根ない。え、そのさ、あれはない？一緒ぐらいな。あんま関係ない。いや別に関係ないですね。有名人と結婚できる？いや、それは分かんないですね。マジで俺で捨てる人すごいなと思う。やっぱだって別に有名人とか仕事とか職業とかその中身とかってその全部自分で変えれるんで。うん。そうやけど、うん、無理やわ、有名人の人と付き合うのも多分無理やと思う、絶対。でも、ま、嫌じゃない相手人気あったら。え、まつげないで抜かない方がいいっす。7分全然いいってもう意味が分からんなんで嫌がることも唾吐けないそうガチで、はいガチでちょっとそれ見てちょ感動していいなーって。あーでもあれはすごかったな、うん、23歳なんで僕。で23やで、まだ人生で言うたらまだ十分に嫌で、日本の平均寿命で言ったら、10分の2か。だいぶ長生きやん全員計算計算え、80ぐらいか。80ぐらいやったら50歳じゃないですか。10分の4ぐらいか。50歳だ、なんなんお前。しょ、お前江戸時代やんこいつなあまあ、グーグー鳥飛んでるしグーグー鳥はもうこういう有名人作り上げてもうたからな。ちょ、山ちゃんとかさ結婚する気ないやん、
ああ、まっけど歯ないんだ。歯ないんかね、こいつマジで。どうやるの、相手の結婚の申し込み行くときとか、すあの、お嫁にくださいで歯入れてくださいで返されるよ。まあけど、やっぱ趣味合う人がだって、山ちゃん歯こうないやん。はい、真ん中めっちゃ開いてきたよな。あ、俺も思った。それ、あれでもガチらしいで。その歯ってなんかこう、広がっていく、広がっていくよ、広がっていたよ、スキッパだったよ。なんかここ、なんかあの、コメントでもなんか山ちゃん歯広がってきてるよ、抱えてたす、抱えてたとか、そりゃそうやろ。だって、エグいもん、お前もスキッパ、うん、あの、ベッキー G みたいになってんのもう気にしてカクチカクしてんの、うん、あと歯茎と歯の間バーバリー色が茶色とかもうドス黒い色になってるしな。ちょっとやる、はい、それ結婚できへんやん山ちゃん。まあもう願望もないしね、まあ、もしない、まあ、付き合うなら同じ趣味がいいっすね。やっぱじゃゲーム好きな人とか。でもゲームで結婚できるからな、はい、後藤真希もそれでゲームでだからワンチャン知り合ってた。確かに今 APEX やってた松本陽子もね、はい、誰やねん誰やねん松本陽どの著名人やねん知ってんけ。いや、わかんない。でも津村純平もそうや地元やろ、おい笑い方出てきたから地元のお前の中学のとつるやろ。あいつはもう足元幸喜もなおい、山浦と笑い方出てきたわかんない。地元のつるわからへんの俺相手ないよ、お前。もうエフェクスやり続けた本田翼さんと会えるかもしれないね。もうそういう次元やね、今ど夢はあるっすよ。有名人がゲームしてそれで結婚とかしちゃうからな、それで、はい、いや結婚いいっすね。なんか幸せのその概念が変わるなってすごい思ったっすね。幸せ今って俺やってやっぱり100万人200万人とかお金儲けたいとか、はいはい、が今の幸せやんか、うんうんうん。で子供生まれたら結婚したり、子供生まれたらこの子を育てたりとか、その、はい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 、ね、幸せの固定概念、はいはい、目的も変わるしね、はい、そう家庭を持つですもんね、うん、結婚したらが変わって、で子供産んでこの子育てて自分死ぬっていうその世界の歯車の一部になっていくんでしょうね。ちょっと悪いなぁ。令和という名の歯車の中に俺は巻き込まれていくんでしょうね。いや別にそんな大したこと言ってへんけどな、今まで以上に。夢やくんないんすか。まあ全然あるっていうね。一人で死にたくなくなる。特にあのインフルエンザ最近かかった時に思った。うん、あ、こうやって人って死ぬやんだって。え、インフルエンザの時、え、ずっとママ手握ってくれんかったん。きつっ。え、なんでママやん。もうなんでママと結婚したん。うん、出てくるとかじゃないよな、ほんまに。これボルカス言わすだけよし出てくるとかちゃうよな、ほんまに。え、でもリアルいいと思う。うん、山ちゃんは絶対結婚できへん、うん、それだけ言っとく、うん、まずもう歯が大事で、あともうギザじゃない。ギザギザね、とりあえずギザ、ギザじゃないっすね。ギザさ、はい、ないっすよね。うん、ギザさ、うん、だってお前さなんか、ガチやん、たぶんガチでそれやん。俺結構変わるもん。やんじゃでガチでこれやん。俺結構変わるもん。ガチでこれってなる、うん、俺女の子と歩いてたら俺道路が悪くん。でもレディーファーストっていいことじゃないらしいからな。あれって実はイタリアのマフィアが絶対そう、女性、え、いいことないんですか。うん、ガチっすか。え、じゃあ自分が食べて死なんように毒味させたりとかするんですか。ね、知ってるやん。全部知ってる。レディーファーストって最初毒味からや、始まってる。全部知ってるやん、マフィアが自分が殺されるんじゃあかって分からへんから、その女性に先食わせるっていうふりさして、実は毒味させてるって全部知ってるやん。でもその知らん感じで聞いたの恥ずかしいわ。リアルにそのおめでたいですね。なんかドレスがあんな感じにしたいですね。オレンジな、好き、すごかったな、なんか二人ともオレンジ。俺黄色なんですよ、はい、好きな色、一番好きな色、まあ、黄色、赤、緑やもんな。うん、でも黄色ってのはちょっと変じゃない。え、めっちゃいいよ。てつやさんもオレンジとかもうって言うよ、使い方もオレンジと黄色違うからな。もう俺もオレンジだけどな、今日てつやさんに合わせて合わせないし、
でも黄色色ってったらひまわりのイメージもあるし、ね、緑のがやばない、まあ、緑やばい、緑渋ない、緑のスーツ渋ない、多分ビシッて決まるでしょ、お前歯がいっぱいついてて笑ミスターワインやん、もうお前歯いっぱいついてるスーツ着んなよ抱いたらもう血だらけ、え、でもリアルリアル、でも黄色ちょっと良くなくない、え、もうけど薄いやん、え、だちょっと黄色、真黄色じゃなくてちょっとどっちかより黄色のドレスめっちゃ綺麗と思うけどな、俺ドレス着いへんの俺スーツ側やそうか、そっちで考えてグロい顔せえへんわ、じゃガチでこいつ狙ってる、多分何が、あ、気づいた、ねえ、あれだ死んの起こしたんやなんかもうそれやめろってそれやめる気色があるよね、そのキャラってな、それお前ほんまそれでファンがいると思うな、そんな今日 日頃家壊してるやつだからこんなやめて無理や、一生結婚できねえよ、こんなやつ嫌やもん、男でふりゃふりゃね、軟体動物みたいな骨ない、あんあんあん